こんにちは、僕たちは韓国人バンド PRT です。はい、今週一緒に勉強したいと思った曲は JO1 のリアルです。ヤッホー。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。名前は JO1 です。活動は2020年からしました。事務所とレーブルはラポネエンターテインメントです。はい、JO1 は韓国の人気オーディション番組プロデュース101の日本版プロデュース101ジャパンの合格者11人で結成されたグループです。そのグループの最終目標として J-POP と K-POP を融合させて JO1 という新しい音楽のジャンルを確立することだと書いてました。おー、かっこいいでしょ。かっこいい、かっこいい。リーダーの与那城翔さんが言って、まだ見たことない一部を発見していこうがこの曲のコンセプトだと言いました。それで皆さんもまだ見たことない一部を思いながら動画を一緒に見ましたらもっといいと思います。いきまーす。기록지보쇼보통거울나면이제자기자신의또다른내면이런거많이표현하잖아요컨셉맞춰서리뷰를잘하는것같아요나이안무진짜잘짰더라이안무도자기가보는거랑똑같이방향을움직이면서약간거울을상징한것같은느낌약간두명이한뮤직아니한국뮤직비디오중인것같아요K-POP 뮤직비디오되게일본뮤직비디오는되게자연스럽게이렇게쏘는데이렇게쨍하게그냥나이런리듬너무좋아오한국적인요소가많이들어가있긴하다목표가그런거니까한국이랑일본이랑섞어서좋은 JO1 만의장르여기서나오는게허그댄스래요저렇게약간호응하듯이그것도이제본적없는자신의표현이고오すごいですよ すごいですよね。完璧なんか韓国のことと日本のことよく混ざって新しい姿を見せたと思います。そうですよね。僕はなんか K-POP のシャイニーと J-POP の嵐をちょっと混ぜた感じが曲でしまして嵐ですね、リズムとかの楽器とかメロは本当にシャイニーっぽくてコードを埋めてる楽器は嵐の曲で聴いてた色とちょっと似てるなと思いました。今まで聞いた日本のアイドルは全部なんかバンドの楽器が多かったんですけれど、JO1 はちょっと韓国の系電子音源音楽がちょっと多いと思います。バースとなんかプリコロスとなんかリズムが変わって、なんかパクあこのリズムめっちゃ好きとなんかいたんですけど、その時に完璧に変わって、それだったらなんかダンスも変わるじゃん。だったらなんか見る人たちはちょっと楽しいことがあると思います。一曲でなんかいろんなこと全部見せるからいいと思いますよね。ちなみに A メロ B メロとサビのドラムのサウンドが結構違います、ね、結構ドラムだけで時間をかかったんじゃないかなとちょっと思いました。それはよく K-POP とか最近の J-POP アメリカの音楽にも結構あることですね。でリズムを聞いてあこれは日本だけじゃなく他の国のをちょっと狙ったんじゃないかな。そうですよね。日本の曲だからなんか誰かがなんか作詞作曲編曲全部정호연という韓国人だった。
あそうですか。もう全部その人が知ったんですけど、日本人が作詞のことは一緒に手伝ってくれて、それで曲もなんか日本と韓国となんか手伝ってプラスしてなんか作りましたと聞きました。それができますよね。僕たちの曲もなんか英語の曲があって、それを日本語に翻訳する時も結構なんかラインとかリズムとかそのなんか合わせるのがめちゃくちゃ難しかったんですけど、めっちゃ自然でなんか気づかなかったです。そうです。ただなんか音楽がちょっと韓国っぽいだと思ったのに、マジ韓国人が作ったそう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 。レビ빠진 세탁그럼그럼랩플로우는약간그래도그일본부끄러운것들이보이고아까말하던허그댄스그걸로이제인터뷰하는데서로아무도저항하지않았네요이제는누구여도뭐누구랑도포옹할수있는사이가됐다고전혀그런거없었다고합니다사이도되게좋아요마크오와멋있다여기가프리코러스아여기프리코러스세트도어마어마해진짜약간이상한나라의앨리스같은거울속안세상이라고나이런목소리너무좋아약간글린거같은데남자잖아짐승같은느낌이잖아와안무도안무도진짜중독성있게잘만들었네오오오오이게딱거울을보는거같잖아요그러니까한가하게대립같은거와안무를진짜잘쳤다벌써끝났어와かっこいいかっこいいどうでしたか K-POP のかっこよさと J-POP のかっこよさが揃っててなんかすごいめちゃくちゃかっこよかったです、うん前になんか自分自身のなんか探していこうのなんか感じだったんですけど歌詞見たらめっちゃくちゃ自信持っているなんかかっこいい男がパンたちにもっと高い場所に連れて行こうから手掴んで連れて行こうから行こうよなんか感じだっていやそれだと僕とも連れて行けるかなと思ったかっこよかったんです僕はあの最近アイドル系の音楽のレビューとか曲が多いんじゃないですかブリッジのあたりとか曲のどこかにラップのところとか結構リズムが激しく変わるところがあるんですけどこの曲も同じくラップが入るかなと思ったら全然思った感じと違くダブステップみたいなツーステップみたいな音楽僕作っててあさすがだなとちょっと思いましたこの曲のコンセプトでまだ見たことない自身を発見していこうかコンセプトなんでしたけど結構いろんな方法で表現したと思いました鏡とかもうダンスにも入れてこのミュージックビデオもそうするし、うん、やっぱり総合芸術かな最近は、うん、そう思いましたそうですよね僕はバンドの楽器好きだから最初はあなぜ使わなかったのと思ったのに最近聞いた韓国人が作った曲だからそれがちょっと驚いてでもそれをなんかそんなにうまく自分らしく表現できたからそれが素晴らしいと思いますそうですよねミュージックビデオの間に半分は白と半分は黒のなんか服とかあったでしょその時今日パクの椅子がJO1 に入っちゃってもなんかわかんないみたいにあと B-BOY 出身で B-BOY の名前もリアルあ、そうそうね、僕の名前が入っちゃってももう問題ないみたいあ、今日もたくさん勉強になりました、うん、あこれからも一緒に勉強したいと思った方々登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします今週も見てくれてありがとうございますバンバンバン。ほほ。